たまちゃん。はい。前回そのカナダにワーキングホリデーで行った、お話ししたじゃない。はい。そこでね、基本情報でね、俺一個だけね、伝え忘れてたことがあったの。何ですか？それ何かっていうと、身分証。はい、あ、身分証？そう、身分証結構重要で、はい、そのみんなやっぱパスポートだけを持っていくんだよね。はい。でもいいものがあって、はい、それを持っていくといいんじゃないのかなっていうふうに思うの。はい。まずね、身分証が向こうで相当啓示を求められることがあるのよ。はい。そのお酒を買うとかそういうような時にも求められることあるし、はい、あとクラブに入る時とかは基本的に絶対身分証を求められるの。はい。それで僕が役に立ったのは何かっていうと、はい、国際ライセンス。お、要するに運転免許証の国際版だね、はい、あれ日本で結構簡単に取ることができるの。へ、それだと写真付きの、身分証明書になるから、それを持ち歩くことができるのよ、はい、だからパスポート持ち歩かなくてもいいの。うーん、その国際ライセンスを持ち歩けば、そのクラブだったりとかでも OK だから、顔写真がついてるからね。はい。一つ国際ライセンスも、その、身分証を結構掲示する機会があるんだなっていうのを忘れちゃってたのよ、たまっちゃん。でも、今回は、はい、その、何？実際の生活でこんなことがあったよとか、はい、英語が実際どんな感じだったのかっていうようなお話を中心にやっていきたいと思います！はい、ちょっとそしたらね、向こうに行ってこういろいろあったことっていうふうなことをちょっとお話ししていくんですけど、はい、まずね、ホストファミリーに関してなんだけど、はい、僕そのホームステイしたって言ったじゃない、はい、ホストファミリーに関してなんだけど、日本のイメージともしかしたらちょっと違うっていうところも多いです、はい、要するに半分商売としてホームステイをしてる方々って結構いるんですよね、うん、ですので、なんかホストファミリーと超仲良くなって、こんなとこにも行きましたみたいな、そういうのを理想を抱いてる方結構打ち破られます。ですので、ただご飯出してくれてちょっとした相談には乗ってくれるよって、 あれご飯みんなで一緒に食べないでいいのかなとか思ってたら、おのおの勝手に食べて、あ、冷蔵庫ここ開けていいからね、ここにあるものは食べていいよ、はい、以上みたいな感じの、お座りにも結構多いんで、はい、そのイメージがちょっと違うよっていう風なことは、伝えててもいいかな。はい。うん。だから、ご飯っていうのを結局どうするかっていうと、はい、自分でサンドイッチを作って、お昼に持ってったりとか、はい、そういうようなこともあるし、あとね、僕が行った当時はね、もうホットドッグ。はい、もう毎日ホットドッグ食べてました。安いし、お金ないでしょ、はい、貧乏じゃん。もうホットドッグ1ドルで当時食べれましたから、うん、そしてなんか変な何漬物みたいな、ピクルスみたいなやつとか、いろいろトッピングできるんですよ、はい、だけどできるだけ1個にをいろいろドベーって乗せて、1個の量を多くしてはぐって食べて、お昼はこれだけって、大体俺はやってた。途中からもうそのホットドッグ見たくもないっていう気持ちにはね、どんどんなってったけどね、はい、だけど食べ物に関しては、そのシェアルームに住んでる方々とかだと、もう自分で、はい、そのアジアンスーパーマーケットっていうのも結構あるから、はい、その中華系のところっていうのがいっぱいあるから、そういうようなところ利用してもいいし、外食はやっぱちょっと高いよね、はい、うん、だけどホットドッグは相当救ってくれた、本当に。でもホットドッグ以上に何が僕を救ってくれたかっていうと、はい、サブウェイでございます。おい、サブウェイ超嬉しかった。本当にあんなもう包装ソーセージを食べなくてよくなってたんだよ、本当に。ごろっていう野菜も選べるし、これも入れてとか、あ、パンの種類変えようとかさ、はい、もうサブウェイさえあれば俺生きていけるって超途中で気づいて、もうそれだけで超元気になって。パナラボ。それでさ、はい、その今の食の話にもつながるんだけど、やっぱね、カナダはね、コーヒーを結構飲むんですよ。この有名なティム・ホートンってお店がありますよね。その要するにコーヒーとか、何ドーナツショップ、はい、まあ、スターバックスとかあって、もうむっちゃコーヒー飲むようになるの、はい、そのね、コーヒーのやつですごく驚いたのが、はい、その向こうでさ、結構その電車っていうか、
地下鉄、はい、地下鉄を利用して結構行ったりとかするんだけど、少し慣れてきたらバスにも乗るようになるんですよね。はい、バスに乗れるようになったら結構その慣れてきたかなっていう風な感じ。ただバスに乗ると一個びっくりすることがあるんですよ。はい、それ何かっていうと、なんかバスがねこう乗ってるじゃん。はい、でそのまま行ってると途中でね、なんか何もないところで止まんの。はい、あれここどこのバス停っていうふうに思って待ってると、運転手さんがプシューとか言ってドア開けて外に出てくのよ。はい、え、何これ終点っていうふうに思ったら、その運転手さんコーヒーを買いに行ってました。すごくない？すごい。あのね、バスの運転手さん、2回か3回か知らんけど、仕事中にコーヒーに買いに行くこと許されてるそうです。はい、ですので、いきなり知らないところでバスが止まって、コーヒー買いに来て、おうとか言って、僕らがやって、走って帰ってくる運転手さん、見ることになりますよ。だから交通に関しては、結構、そのくらいアバウトって思っててくれていいです。はい。そのバスも電車も時間はもちろんこうフレキシブルな感じだし、あと途中でなんかうわーってなんか地下鉄乗ってると放送が入って、はい、みんながうわーとか言ってるの。はい、え、何何っていうふうに思ったら次の駅についてはみんな降りていくの。はい。この電車はアウトオブオーダーになりましたと。それで次に来た電車に乗ってくださいみたいな放送が流れてたらしいんだよ。そういうことしょっちゅうあります。へー。ですので、交通に関して、結構その乗ってるだけでも不安じゃん。ちゃんと着くかなっていうようなことがあるので、はい、皆さんそういうようなことがあり得るんだなっていうようなことを、みんな心構えで知っておくとちょっと安心かもね。パノラボ。あとそのいろいろある中でやっぱりその気候、はい、気候に関してトロントなんですけど、やっぱむちゃくちゃ寒いし、その雪は基本的に冬になるとずっと積もりっぱなしです、はい、ですのでもうブーツ必須、うん、ブーツじゃないともう下が滑って仕方ないから、俺本当にブーツが役に立つものなんだっていうのを知ったのは、はい、やっぱり雪国に行ってですよね。もう下も超凍ってるからね、はい、みんなで踏み固めてるからもう恐ろしくツルツルなところとかむちゃくちゃあるし、はい、それの対策でトロントは塩巻いてた。うーん、だから塩巻きまくってるけ、そのね、まず裾とかむっちゃ汚れます。なんか帰ってきて乾かしてみると真っ白になってんの、裾が。それ何かっていうと塩なのよね。でもね、やっぱパウダースノーは超綺麗やったよ。ふふさっていう風になるし、もうつららがあってさ、はい、それチーンとかやろうかなって思って、ね、やっぱりチーンよ、たまちゃん。そういうのやりたいとかいうの、そういうの美しさはあるけど、やっぱむちゃくちゃ寒かったかな、はい、マイナス10度を超えると寒いを通り越して、あれなんか辛いっていうような気持ちになる。もう寒いとかじゃない、辛い、なんかすげえ辛い俺っていうような感じになるから、はい、服装に関してはね、やっぱり防寒はねかなりやっていくといいし、はい、あと向こうに例えば H&M とかそういうのがあるから、はい、向こうで買う方がありかも。安いからね、うん、だから日本でごそって買って持っていくのもありだけど、もう向こうで買えるよっていう風な感じで思っててもいいかな。僕なんかもう H&M の、40ドルの綿のダウンジャケットはとにかく厚いやつ、それ着てたら全然 OK。 もうむちゃくちゃ OK でしたよ。もうそれでブーツ履いて、あとはもう重ね着すれば特に問題はなかったかな。なんかね、服関係はね、そんなに心配しないで、もう向こうで買おうっていうふうに思ってていいんじゃないのかなっていうに思う。はい、パナラボ。それでね、はい、多分じゃあファッションのことなんやけど、はい、俺もうむちゃくちゃ恥ずかしかったのがさ、はい、その、何？向こうの方々と、やっぱり日本の方々って、はい、ファッションのこう感覚が違って、うん、一番驚いたのがさ、はい、女性がさ、なんていうの、黒いやつ、ストッキングっていうの、なん レギンスっていうの、レギンス、うん、黒いピチピチなやつあるじゃん、はい、あれをズボンとして履いてんのよ。
あー、わかる？はい、わかる。あれ日本だと下着でしょ？スカートの下に履くとかのものじゃない。あー、あれをズボンとして履いてるの。はい。して俺さ、それがもうだから普通だったのよ。はい、でもそれが普通じゃないっていう風に気づいたのが、その日本から来たドラマーの留学生の男の子がいてさ、そいつと僕仲良くなったのよ、はい、音楽のやつを行く時には そいつと一緒に行動したりとかして、はい、してその人がさ、坪井さん知ってます、あの黒いレギンスあるじゃないですかって、はい、こう話してくれて、あのパンツの線が見えてないでしょ、あれどういうことか分かりますか、実はティーバッグノーパンなんですよっつって力強く教えてくれてなるほどみたいな感じで感心して、確かに日本に帰ったらいないなってそこで気づいただからね、そのズレ、はい、結構出てきますよ。だから俺ね、当時知らなかったのは何かっていうと、その当時ようやくヒートテックっていう風なのが出てきた頃なんですよ、はい、うん、して僕そのヒートテック便利だから着てたんだよね。でも日本に帰って知ったんだけど、あれってT シャツっていう感覚よりはあれも下着なんでしょ、はい、あれ一枚で外出てるっておかしいんだよね向こうだと普通だったから、なんかえ、坪井さん何ヒートテックそのまま着て外出てんの、それ T シャツじゃないよって俺言われた時超恥ずかしかった、日本に帰ってきてでも向こうでは一度も言われたことない。だからそこら辺の感覚っていうのは結構違ってくるんで、はい、皆様何やってもいいですそしてさ、はい、やっぱ何より英語の話ですよ、はい、英語に関しては覚悟してた方がいいのが、はい、イーチオーメイ